京都大学高等教育センターの松下佳代と申します。今日はアクティブで、深い学びのための仕組みということでお話したいと思います。で今回 の、 シンポジウムのテーマはピアインストラクションによるアクティブラーニングの進化ということで、この進化っていうタイトルをなぜつけたのかということは今日私が問題にしたい事柄なんです。で先ほど松井先生が、テクノロジーではなくてペダゴジーが重要なのだということをおっしゃいましたが、ここ日本語では仕組みっていうふうにしてますけれども、英語ではペダゴジーっていう言葉を使っています。教授法っていうことですね。で、お話したいことは非常にシンプルで、今大学教育では非常にアクティブラーニングっていうのが文部科学省も強く推進してますし、流行りのようになってるんですが、私はアクティブラーニングだけでいいのかっていう問題意識を以前から持っています。で、主張したいことはディープアクティブラーニングっていうものが必要なのではないかということです。でそのための方法の一つとしてピアインストラクションも位置づけたいというのが本日の私の話 の、 趣旨です。まずアクティブラーニングをめぐって現在日本の大学教育でどんな問題があるかということを簡単に見ていきたいと思います。ウィギンズとマクタイっていう最近京大の西岡先生が翻訳を出されたんですが、彼らが、従来の教授デザインカリキュラムデザインには双子の過ちがあったということを言っています。一つは活動に焦点を合わせた指導であると、これは手を動かしているけれども頭は動かしてない状態、ウィギンズたちは hands on without being minds on というふうに言ってますけれども、先ほど、ワズル先生はブレインオンというふうにおっしゃいましたよね。で、この問題は主に初等教育で見られる問題だということを言ってます。で私はこのセンターに2002年に来たんですけども、その前は主に初等中等教育をフィールドにしてましたので、この問題っていうのはとてもよくわかります。でもう一つの問題が網羅、これは内容の網羅、カバラージっていうふうに言ってますけども、それに焦点を合わせた人、これも先ほどマズル先生の、お話の中に出てきたんですが、教科書や講義に沿った授業、しかもそこに書いてあることを全部網羅しようとする、そういうタイプの授業ということですね。でこれは主に中等、特に日本でいうと高校教育とかあるいは高等教育で見られる問題なんだということをウィギンズ・マクタイたちは言っています。でこの双子の過ちということを念頭において考えた場合に、現在大学教育でもこの双子の過ちで見えてくることがあると思うんですね。でその背景にあるのはティーチングからラーニングへの焦点移動ということです。これはもう改めて説明するまでもないかと思いますけれども、でその中で行われてきているのが2つまり、内容を網羅するってことに対する批判ですね。でその中で特に、初年次とか、2年生ぐらいの、低い下の学年のところの授業で、講義からアクティブラーニングへっていうのが特に言われるようになってきて、実際に、そのアクティブラーニングの授業っていうのが増えてきています。しかしもう一つの過ちも私たちは忘れてはいけないと思うんです。現在のアクティブラーニングが往々にして一の過ち、つまり活動のみに焦点を当てた指導になってないかというのが私の問題意識です。でアクティブラーニングっていうのを考えるときに、私はその外的側面と内的側面に分けて考える必要があるんじゃないかというふうに思っています。で外的側面で、非常に能動性が高い、それから低い、それから内的側面で、能動性が高い低いというふうに考えると、この4つの証言ができます。で例えばさっき水上さんが、外見的にはすごいノリノリなんだけど、ミニレポート書かせてみると少し質が低いような気がするっていうふうに言ってましたが、それはここなんですよね。さっきの hands on without being minds on っていうのはまさにここだと思います。
で、逆にですね、私英語 の教員免許を持ってまして、大学の時に、シェイクスピアのずっと作品の説明をしてくださる授業が文学部であって、それ聞いたことあるんですけども、その授業ってすごく頭に残ってるんですね。でその時私たちはひたすら、先生は講義ノートを読み上げて、私はひたすらノートを取ってたんですけれども、多分すごく頭は活性化してたんだろうと思うんです。で見た目は非常に能動的ではないんだけれども、頭の中は非常に活性化している状態ってやっぱあると思うんですね。でもちろん一番望ましいのは外的側面で、つまりいろんなことができるようになり、かつ頭の中でもいろんな認知の組み替えが起きているというような授業が、いいんだと思うんですが、あまりに今の、アクティブラーニングではここの部分が区別されずに重視されているのではないかっていうふうに思うわけです。でそれを乗り越える必要があるのではないか、そのためには何が必要かということで、ディープアクティブラーニングということを提案したいということです。で実はセンターは2009年11年それから今年のこの2012年のこのシンポジウムと、これに関連するテーマでシンポジウムをやってきました。2009年にはカール・ワイマンをお招きして、学士課程における科学教育の未来というシンポジウムを開きました。それから昨年はフェレンス・マルトン、この人はディープラーニングの提唱者なんですが、この方をお招きしてディープラーニングに基づく大学教育の在り方というシンポジウムを開きました。そして今年ピアインストラクションによるアクティブラーニングの進化ということをテーマに据えたわけです。今お話ししてきたことなのでもうあまり繰り返しませんけれども、例えばカール・ワイマン最近、アクティブラーニングの効果を実証するような論文がサイエンスに載って、ちょっと話題にもなってますが、もともと彼が、その物理教育の改革に乗り出した時に参考にしたのがマズル先生 の, ピアインストラクションだったわけですね。それからフェレンス・マルトンはもう70年代の半ばにディープアプローチトゥーラーニングとかサーフィスアプローチトゥーラーニングっていう概念を提案しています。そして今年本家本元のマズル先生をお招きできたわけです。で、これまでの3回のシンポジウムを振り返って言えることは、アクティブであると同時にディープであることの重要性です。で、今回これをディープアクティブラーニングっていうふうに、仮に名前をつけてみたわけですが、これは去年のパネルディスカッションで水上さんが作って、見せてくれた図なんですけども、アクティブラーニングの方は主に活動とか、方法に関する事柄として言われていると。ディープラーニングの方はむしろ内容に関する事柄と言われていると。この交わりの部分を大きくしていくことが必要なのではないかっていうのが昨年の溝上さんの提案でした。で、アクティブラーニング、ディープラーニングに関してはもう改めて、あまり定義を、簡単な定義なんですけれども、アクティブラーニングっていうのはその学生が学習を自ら責任主体となって行うことを重視した授業形態の総称。ラーニングってついてるけれども、そこで行われる学習とそれをもたらす授業形態を合わせてアクティブラーニングっていうふうに特に日本では言ってると思います。それからディープラーニングっていうのはその概念理解に基づいてなされ、知識の組み替えとか幅広い適用を可能にし、思考、感情、行為の持続的変化をもたらしうるような学習っていうふうに、これまでの研究を踏まえて、定義してみました。で、ディープラーニングについてはここにお集まりの方も初めて耳にしたっていうふうに言う方もいらっしゃるかと思いますが、これまで少なくとも2つの系譜で提案されてきています。1つが先ほどご紹介したマルトンたちが提唱し始めた学習への深いアプローチ。これは学生の中に学習に対して少なくともディープアプローチとサーフェスアプローチっていうのを認めることができるということで、いくつかこう対比しながら、例えばこちらの方は単位を取得することが目的だけども、こちらの方は主体的に概念を理解することが目的であるとか、こういうふうにもうちょっと、細かくは言いませんけれども、いくつか対比的に示しています。
それからもう一つは、今日ディープアンダースタンディングっていうふうなタイトルが、マルズル先生の発表の中にも入っていますけれども、このアンダースタンディングバイデザインで、ウィギンズ・マクタイっていう人たちは、この理解をもたらすような事業設計にするためには何が必要なのかっていうことで、その知識の構造を少なくとも3つのレベルに分けて考える必要とだということを言ってます。深い理解をもたらすためには、その学問分野での重大な観念とその核となる課題っていうのを取り出して、それとまあもう少し何て言うかな、技術的な知識とかいうこととちゃんと結びつける、そういうふうな構造に、授業をしなければいけないということを言ってるわけですね。まあ、こういうものが先行研究として役立つのではないかと思います。で、ディープアクティブラーニングの方法ということなんですが、まあ、この方法はですね、非常に多様に取りうると思います。例えば今日紹介していただいたピアインストラクションっていうのは、いろんな学問分野で使われています。でそこまで広くないですが、例えばプロブレムベースラーニングっていう、まあ、やり方では、例えば医療系だとか、あと法学とかで使われているんですけれども、例えば新潟大学にも歯学部の先生方と共同研究をしているんですけども、新潟大学ではまあこういうふうなシナリオを、ちょっとこう横向きに歯が生えてしまってますけれども、こういうシナリオをですね、実際の症例の中から作って、教材用に仕立てて、そしてそれをグループで解決策を考え、今の段階で自分たちはこれに解決するには何が足りないかっていう学習課題を設定して、そしてその後その学習課題に沿って自主学習をやり、でまた改めて1週間後に集まって、その学習結果を持ち寄って、最初の問題に対する答えを、自分たちなりの答えを出していく、というふうにグループ学習と自己学習、個人学習、それから授業内学習と授業外学習を組み合わせたような授業方法を作ってやってらっしゃいます。でまあ、いろんなディープアクティブラーニングの方法ってあると思うんですが、多分共通する構造として取り出せそうなのがこういうもので、一つは先ほど の例もそうなんですが、現在の自分の、知識ではなかなか答えられないような問題に、取り組む。で、そこには認知的コンフリクトがあり得るわけですね。そしてそれは学生によっていろいろ考え方が異なるので、先ほど水上さんの中でそのモアソーシャルっていう言葉が出てきましたけども、その学生の間でこうコンフリクトを生じさせながら議論することによって、またそこに先生教員の側 の支援も行いながら、この誤概念、全概念から科学的概念へというふうに移行していく、まあ、そういうふうな仕組みっていうのがかなりのディープアクティブラーニング の授業には、共通しているのではないかというふうに思います。で今日ピアインストラクションの手続きについては、先ほどマズル先生からもご説明がありましたので、ここは飛ばそうと思いますけれども、で私ピアインストラクションは初めて知ったのは、実はカール・ワイマンさんのお話を伺った時なんですけれども、まあ、その時に感じたのが、あれこれって日本で、の科学仮説実験授業に似てるなっていうふうに思ったんですね。まあ、私自身がもともと初等中等のところを問題にしてたってこともあって、非常に仮説実験授業には学生時代から馴染みがあります。まあ、この中にもご存知の方多いかと思うんですが、これはもう1963年に板倉清信さんによって提唱されたものです。で主にはこれまで初等中等レベルで使われてきてますけども、大学でも実践されていて、今日もお見えになってるんですが、京大でも全学向けの初修物理で、その仮説実験事業を用いた事業が今日来られている船橋先生によって行われています。でこれはピンポン玉とゴルフボールを落として、どちらが速くつくかっていう、まあ、物理の実験なんですけども、まあ、このくらいの高さだったらほぼ同時に落ちるわけですけども、このくらいの高さだったらどうだろうかっていう、まあ、これについてはまた後ほど補足していただけるとありがたいなと思うんですが、京大生はもう理想状態で考えるのに慣れているので、当然同時に落ちるっていうふうに考えがちで、その割合は船橋先生がご存知のこれまでの中で一番京大生の割合が高い。それは
まあ、間違ってるわけですよね。で、まあ、そういうものを通じて、学生を学ばせていくっていうことが京大でも行われています。でこれはあの問題予想討論予想変更実験という繰り返しによって科学の基本的なあの概念とか原理の理解を図るっていうそういう方法です。で、ピアインストラクションと仮説実験事業をこう比較してみると、まあ、仮説実験事業っていうのはもともと一つの学級の中でやるために作られているので、こういうふうな人数で、まあ、あのピアインストラクションは先ほど見たように非常に大きなあの教室で行われています。であのピアインストラクションの場合はこう事前学習プレクラスリーディングっていうのをやってそれを踏まえてそのコンセプトテストをやりそしてまあ1回目回答してでグループで議論をしてで2回目回答をしてでそれのまあ正答率に合わせて説明を入れたり、まあ、ディスカッションをまあ飛ばしたりもするっていうそういうふうに説明がありました。でほぼまあ対応してるわけですけども違うところもありますね。でこれについてちょっと、まあ、ピアインストラクションについての、まあ、疑問ということで私の方から述べたいと思うんですが、まあ、両者を比べてみると共通点としてはあのどんな教師でも確実な成果を得られるように作られた学習システムであるということです。まあ、仮説実験事業のあの場合であれば、まあ、子育て中のお母さん先生でも、ちゃんとした成果が上げられるようにということがもともと作られたあの動機になっています。それからあの誤概念を組み込んだ問題で、まあ、それは多次選択のはっきりした結果が出てくるような形で出されているということですね。それから仲間との討論が組み込まれている。そしてそれを通じて多次選択の問題を通じて、理解の自己評価ができるようになっていると。それから先ほども一人で考える場面とみんなで議論して考える場面がありましたけれども個人での思考と集団的な思考っていうのが両方が取り入れられているということですね。それに対してあの相違点は、まあ、ここはそんなに、まあ、特に有用ではないところもあるんですけども、まあ、これ大学では大人数講義で行われていて、クリッカーが使うでもこれはあの必ずしもクリッカーじゃなくてもいいって先ほど補足説明がありました。それから今日はそんなに詳しくお話にならなかったですけども事前学習による学生の理解度によって先ほど 35% から 70% って確かおっしゃってたかと思いますが討論をまあ実施したりしなかったりするということが、ピアインストラクションの場合はあります。それから一番大きなこと大きな違いは、実験ではなくて説明がまあ主であるあの、マジュー先生によるとちょっと実験もあのなさる場合もあるみたいですが仮説実験事業の場合はもう実験点は必ず外せないわけですね。そういう違いがあると思います。で逆にまあピアインストラクションの場合はこの実験がないということによって、適用範囲が広がっているということもあると思います。で、まあ、ここで最後にあのピアインストラクションへの疑問ということを、ちょっとまとめてお話したいと思うんですがまず、まあ、先ほど の, あの水上さん の, あの話をあの聞いていても思ったんですけどもコンセプトテストっていうのを作るのが非常にやっぱり難しいな、マズル先生の、授業を先ほど実際にワークショップで受けてみても思ったんですけどもある程度の学生が正しく答えられ考えられてである程度の学生は正しく考えられないっていうちょうどそういう難易度の問題を作るということそれからその誤概念っていうのがかなりその、明確であるっていう分野ですね。それだったらとてもうまくいくと思うんですけどもそうじゃない分野例えばソーシャルサイエンスだとかあの人文学だとか、まあ、そういうのになるとかなり難しい場合が出てくるのではないかなっていうふうに思います。それからもう一つは討論の有効性がどのぐらいあるのかということです。実は先ほどの問題私は、飯尾先生と私と田口さんで3人で、討論したんですがあのみんなバラバラ1番2番3番3つに全く分かれてしまってであのディスカッションした後も、変わらなかったんです3人とも意見がで全体を見てもあんまり変わってなかったですよね討論前と後とででそれを見ると実は討論よりは
その後の、つまり討論ですごくそのエンゲージメントが高まって、その後の先生の、説明に対するなんとか吸収力というかがすごく良くなるっていうのが実はディスカッション の意義であって、ディスカッションの中で学んでいることっていうのは結構限界があるんじゃないかなっていうふうに私自身は思ったんですね。で、私自身実は2番を選んでたんですけども、飯尾先生は1番で、それはガラス瓶蓋を温めたら開けられるっていう、まさにマズル先生が最初におっしゃった説明で、私たちを説得しようと試みられたわけですけども、実は私はそれは経験的には分かってたんだけど、でもそれだけでは納得いってなかった。で、それでマズル先生がみんなに手をつないでっていうメタファーでお話になったんですが、あれを伺って、あ、そうなのかっていうふうに思ったんですね。つまりそういうぴったりちょうど自分の誤概念のところにぴったり当てはまるような説明がなされたからこそ、何かそのピアインストラクションを通じて、学ぶことができたんではないかと。で、逆に言うと、そういうふうな説明がうまくなされなかった場合は誤概念が強化されるっていうことも生じるのではないかっていうふうなことを思いました。ということで、その討論の有効性っていうことについてはこの後ぜひマズル先生にも伺いたいなっていうふうに思っています。私の発表は以上です。どうもご清聴ありがとうございました。